FC 東京 U23 のホーム夢の島競技場で行われました一戦です。5位の福島を迎えての一戦、立ち上がりからゲームが動きました。3分です。田村が抜け出して折り返し、最後竹早手、3分に福島ユナイテッド FC が幸先よく先制します。岡田のスルーパス、田村の折り返し、竹早手ダイレクト2つ続いて見事なゴールということになりました。ただ10分です。木村から長いボール、原が抜け出して折り返し、久保が右足で合わせます。見事なゴールで同点、10分すぐに同点に追いつきます。木村の長いボール、原の抜け出しから久保建英、前節から2トップを組んでいる2人でしっかり取りました。その後 FC 東京がボールを回しましたが得点なく後半に入ります。55分です。左手作ってワンタッチ、これも岡田のパスでした。竹早手振り向きざまにダイレクトシュート、ゴールに絡んだ2つのパスを演出した2番の岡田、そして2ゴールを決めた竹早手、これで福島勝ち越し。58分です。コーナーキックから坂田のチャンス、クロスバーに2回当たります。自分で当てたボール、足にも当ててしまいまして、ゴールインとはなりませんでした。 FC 東京の攻撃です。59分、ジャキットキープしながら逆サイド、久保建英、折り返しに原太一、堀田大輝、見事なカウンターでしたが堀田のビッグセーブ。69分、竹早手が起点となって田村、思い切って狙いますが左にそれてしまいます。そのすぐ後でした。70分、竹早手左で作って柔らかいクロスに田村翔太、この時も池田がすでに準備してまして田村交代だったんですけれども、ラストプレーで見事なプレー、大きな1点をもぎ取ってこれで3対1にします。86分です。平岡抜け出して、これが PK のジャッジ、自らボールをセットして平岡、右にうまく決めて平岡、今シーズン初ゴールを決めました。